内視線とは、天皇の直視の伝達方法の一つ。直視を口頭で受けた内視視の助官が大乗官条件や、ケビー市長官人らに対して口頭で命令を伝えること。もしくは、命令を受けた者がその内容を文書化したもの。元来、天皇の私的空間であった代理には、原則的には男性官人は立ち入れなかったため、天皇が、 代理に滞在している際に出された命令、指示は天皇に愚封じていた、内志士がこれを代理の外の相手先に連絡するという創生、伝達機能を担った。平安時代初期に蔵人書が設置されて、以後は、こうした創生、伝達機能は、男性官人である、敷字蔵人に移されるが、内志士による創生、伝達も旧世紀の後期まではしばしば見られる。 これは、この時期に接棺となった、藤原義房、元常が、内志士の長である少子に、事故の親族を送り込んでおり、少子を仲介者として、天皇との意思を疎通させたり、情報収集を図っていた事情が介在している。また、ケビー市長に対する命令のみは、実際には、倉人が創生、伝達を行った場合でも、定裁上は、 内視視の助官が伝えた命令を、蔵人頭を介して、ケビー市長に伝える形式をとっていた。蔵人頭や、ケビー市長の官任は、内視視の助官から伝えられた命令を戦時形式の文書にまとめて関係者に命令書の形で示した。こうした文書を、内視線と呼ぶ。この際に、内視線を作成するのは、助官ではなく、命令を受けた側である。 現存のない視線は存在しないが、類呪符、戦勝、蝶谷軍祭などに、その一部は収録されている。ありがとうございます。